皆さんこんばんは、マスンでございます。今日はですね、マスキングがちょっとねご好評いただいてますのでね、もう一遍おさらいというか確認をしていく動画を作っていこうかなというふうに思います。例えばなんですけど、ちょっとねジャンクパーツでこれです。これケンメリのワンテールっていうのかな、昔流行ったカスタムってよく聞くんですけど、要はその2頭ずつあるテールランプの内側を抜いて、まあ、パテで埋めてしまうというようなカスタムですね。当時すごい流行った、ちょっとゾッキー系 の, チューニングというか、そういうドレスアップになるということなんですけども、このまあね、ここが埋まってるってのは どうでもよくてですね、こういうメッキのリング、銀のリングですね、このリングは、どうやって仕上げるのがいいのかということで一本動画を作っていこうと思います。一番お手軽でいくとですね、こういうアーティストマーカーとか、そういう銀色のペンみたいなものが売ってますので、これで縁をこういうふうにくるっと銀色を塗ると、エナメルの筆塗りでもいいんですけども、これが多分ね一番お手軽かなと思います。こうやって塗るのがね一番お手軽かなと思うんですけど、ただペンとかエナメルで塗った時にですね、横から見た時がシルバーの存在感というのはちょっとないんですよね。どうしても上から見た時はシルバーの色目があります。なんで部品をこう横から見たイメージを下手くそなホワイトボード、ホワイトボードで書いていきますが、こういう このちょうどど真ん中でスパンと切った時の断面図ってのはこうなります。プラスチックがここ穴開いてるのかな、こういうことですかね。で今ペンでこの面、ここだけを塗りましたんで、横から見たときはここが濡れてないですよね、側面が。こうなってるのかな。上から見たとき、こう見たときはシルバーの色目がわかるんですけど、こう横から見たときはペンの銀色が回ってないのでね、側面までは回ってないので、横から見た時の存在感というのはどうしても薄くなってしまいますので、欲を言えばですね、できればマスキングして、エアブラシで塗っときたい。これが一番理想形になります。でただお手軽でいこうと思ったらですね、上からペンでぐるっと塗るだけでもだいぶ、やらないよりはやった方が全然いいんですけども、若干ちょっと横から見た時のね存在感とかちょっと厳しいないかなっていう感じがあるので、これをマスキングでどういう風に仕上げていくかということをご紹介をしていこうかなというふうに思います。で今回使うのはですね、これどうしようかな、何ミリなのかな、直径をまずね測ってみようと思います。直径がだいたい8ミリぐらいのサイズ感なので、どうしようかな、8ミリか、8ミリ、8ミリ、8ミリだったら、ちょっと大きすぎますかね、どうかな。こういうね、ポンチっていう道具があります。革の革細工とかで、ね、穴を開ける道具なんですけど、これ丸い刃物になってる先っぽが、マスキングテープを丸く切り取ることができる道具があるんですけど、これかサークルカッターですね。これで丸いマスキングをまず用意していくということになります。で今回ポイントになりますのが、少し大きめの
マスキングテープ、穴の径のマスキングテープを用意するということで、今回8ミリちょっと 8.5 ミリぐらいですかねの直径のマスキングテープが欲しいということなんで、ちょっと大きめですけども1センチの、これ最初1センチの径のマスキングテープを切り出すことができるものになります。まあ、本来コンパスカッターということなんで、紙とかね、そういうものを丸く切ったりとかするものなんですけども、コンパスの鉛筆の代わりに刃が刺さってて、ここを支点にぐるっと丸く円を描けばマスキングテープが丸く切り出せるということになります。で、最初1ミリから、直径15センチまで、直径ごめんなさい1センチですね、1センチから直径15センチまでの、丸いものが切り出せるというものになります。で、今1センチの直径の穴を切り出しました。で、もちろんこれこのままいくとオーバーサイズ、大きすぎる、ちょっと見えにくいですけどね、本来シルバー塗りたいところ以外にもこのまま貼り付けて塗ってしまうとシルバーかかってしまいますんで、まあ、これをどうしていくかということになります。で、これをですね、十字にカットします。ちょっと分かりにくいかな、今こうマスキングテープがこうあって、ここにセンチの穴を開けました。ここね、1センチの穴を開けました。はい。で、この穴の中のテープを取り除きますよね。で、その後デザインナイフでこう切り込みを入れます。ここだけ貫通、あとは切り込みだけの状態ですね。こういうマスキングテープを作ります。で、これをですね、さっき、8.5 ミリの穴に対して、ここ10ミリ、1センチありますんで、大きい穴になってますんで、これをこう絞りながら、この切り込みのところで、こうオーバーラップっていうんですかね、ちょっとこう重ねながら、こう絞りながら貼り込んでいくことによって、まあ、切れく丸にマスキングを、ちょっとこう小さいサイズにマスキングをしていくということで、まあ、理想はね、1ミリ小さいぐらいがちょうどいいのかなと思うんですけども、ちょっと8ミリから、9ミリぐらいのね、ポンチがあったらよかったんですけど、ちょっと今手元ないもんで、はい、8ミリの穴のマスキングテープでやっていくということになります。よし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 、ちょっとね、破れやすいんで剥がすとき気をつけて、なんでこんな感じですね、1箇所が破れてて、あとは切り込みが入っている状態になります。はい、で、これでさっきの部品のところに4分の1枚ずつ貼り込んでいきます。このマスキングテープもぴったりのサイズのマスキングテープを作るのって本当大変なんで、もう元々ちょっと大きめで、現物合わせじゃないですけども、ちょっとずつ絞りながら、貼っていくようなイメージを。持つことができれば結構ね、楽にマスキングテープを丸型に合わせていくことができます。ちょっとね、最後の1枚ちょっと精度が悪かったかな、ちょっとささくれた感じになっちゃってますんで、どうしようかな、最後だけちょっとデザインナイフ入れましょうか。
本来ね綺麗に丸く切れてたらいいんですけど、はい、こんな感じで綺麗に塗りたい部分をね露出させながらマスキングすることができました。じゃあこれちょっとね一旦カメラ止めて、シルバーに塗った状態でさっき塗ったペンの方とね見比べを行っていただこうと思います。じゃあ一旦カメラ止めます。はい、塗り終わりました。ちょっとまだね乾きが甘いかもわかんないですけども、めくっていってみようかなと思います。はい、こんな感じでね横から見てもしっかりこうシルバーのリングの存在感みたいなものをですね示すことができます。でこれを筆でやろうと思ったらですねかなり至難の技で、まあ、なかなか厳しいかなっていうところですね。やっぱりマスキングしてエアブラシで塗った方が、まあ、均一に綺麗に塗れるということと、あとこういうグリル類ってまあセミグロス系、まあ、艶半艶の黒とかね半艶のまあ濃いめのグレーとかで塗りたいところなんですけど、まあ、艶消しとかねそういうので塗りたいところなんですけど、そういうちょっとこう表面がデコボコした塗料に対するですね、まあ、エナメルとかそういうもので塗った時のはみ出しの拭き取りっていうのは結構難しい。その表面のデコボコしたところにですねメタリックの粒子が入り込んじゃって、なんかこういう光の当て方をした時に本来その銀色の粒子がかかってはいけないところがですねちょっとこうキラキラしちゃったりとか、あとあまりこうガシガシ磨きすぎてですね綿棒でその塗膜が磨かれてしまって、この周りだけ不自然な光沢が出ちゃったりとかですね、こうリカバーもなかなか難しくなってきますんで、まあ筆とかペンでいくんだったらもう上の面ですね、さっきお見せしたような形でもうこのてっぺんの部分だけ塗って側面はもう諦めるっていうのが割と深追いしない方がなんか後々楽かなという感じ。ただ横から見た時の存在感がどうしてもなくなってしまうんで、マスキングとかしっかり行ってですねシルバーを乗せていくと。でただこのしっかりこのこの径ぴったりのマスキングテープの用意っていうのがなかなか難しいので、1ミリか 1.5 ミリぐらい大きめの穴を開けたマスキングテープ切り目を4箇所入れて、うち1箇所は貫通させてですね、こうちょっとこう絞りながらこう餃子みたいなイメージですかね、あの餃子包む時にこうひだ作ってこうしぼめていくじゃないですか、シューマイとかそうなのかな、肉まんとかもなんかこうわかりますかね難しい口下手で難しいですけど、ちょっとこう絞っていくようなイメージで、この現物に合わせていくようなイメージ、ちょっと大きめのマスキングテープの穴を大きめのものをこう合わせていくようなイメージでやっていくといいのかなというふうに思います。で今回その丸いものを外側からマスキングを行いましたけども、例えばホイールとかですね、ディスク面を先に塗っといて、リムを最後塗りたいというパターンはですね、これも同じような考え方で、このマスキングしたいディスク面の大きさよりも少し大きいマスキングテープ、このぐらいかなのマスキングテープを用意して、でこういうカットを入れます。今わかりますかね、難しいな、こういう丸のマスキングテープでこういうカットを入れます。いいか、やっちまいましょうか、あれだ、やり直しましょうか、せっかくなんで直径も測っておきましょうかね。このリムのところでマスキングしたいんで、だいたい直径が15ミリぐらいですね、15ミリぐらいの直径なんで、まあ16ミリぐらいで
マスキングテープ作っていこうと思います。16ミリなんで、半径でいくと8ミリか、半径でいうと8ミリ、この辺かな。でさっきのようにコンパスは真ん中に穴が開きますので、そこをポイントにして、そこを支点、あの印に十字を引くようにするといいと思います。でさっきの渡辺のホイールのディスク面に貼り込んでてみましょうか。ちょっとね、奥まってるところほどピンセットとかで貼り込んでいかないと厳しいですけど、はい、こんな感じで、ちょっとねハブのキャップが邪魔なんで、ちょうど切り込みから顔を出してますけども、はい、こんな感じでどうでしょうかね。ホイールのディスク面のみのマスキングを簡単にすることができます。で最後、あの真ん中顔出たところはですね、あの別で丸いマスキングテープでも四角いマスキングテープでもいいんで、適当に切ったものを真ん中に乗せて隠しておけば、真ん中が別の塗料で汚れてしまうこともないかなというふうに思います。はい、ちょっとあのこれはテイク2になります。あのテイク1ちょっとね、あの剥がすときに破っちゃって、マスキングテープ、これテイク2になりますけども、まあ、こんな形で少し大きいマスキングテープを丸いものをね用意して、十字型に切り込みを入れて、一箇所は外側に貫通させておくと。で絞りながら、こういうマスキングテープをこうちょっとこう絞りながら、ちょっとずつこう絞って、最後オーバーラップさせる形でマスキングすると、これリムだけ今の状態で、これメッキ系の塗料とかを矢ブラシでシャッと拭けば、かなり綺麗なあのディスク面とのね塗り分けができるということになります。のでさっきみたいな外側から攻める場合はですね、丸じゃなくて丸を切った後の余白を絞っていくイメージで、こういうホイールですね、内側からギリギリを攻めていきたいという場合は、少し大きめの丸い深円のマスキングテープを十字型に切り込みを入れてですね、ちょっとずつ絞っていくイメージでマスキングしていくといいかなというふうに思います。この技術、あのメンバーの水原さんからですね、教えていただきましたあの内容になりますので、まあ、こういったあの情報とかをですね、あのウェブの雑談会、Zoom の、あの雑談会にて共有をいただけるような、そういうお話し合いの機会もあの設けておりますので、またメンバーシップ制度の方もですね、ぜひご参加をご検討いただけたらと思っています。よろしくお願いします。はい、ということでちょっとね長くなっちゃいましたけども、マスキングのおさらいということで1本動画を作らせていただきました。今回の動画は以上となります。チャンネル登録いただけてない方おられましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント高評価もですねいただけますと、今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。でまた私が使ってます工具機材消耗品、今回は特に100均以外のものちょっと出てきてないですけど、まあマスキングテープぐらいかな。あのホワイトボードも全部100均のものを使用しておりますが、私が使ってます、まあ、工具機材消耗品ですね、あのプラモデル用のものにつきましては、動画の概要欄に Amazon のリンク貼っ付けてますんで、そちらから気になる方は検索とご購入をよろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次の動画でお会いできたらと思います。さよなら。どうしようかな。例えばこのホイールのディスク面だけ最後
破れたー。